5.8X42 メートル MDBP87 東亜中華人民共和国で開発された小銃用弾薬である。本弾薬は中国独自の小口系小銃用弾薬である。5.56X45mm ナトウ弾や 5.45X39mm 弾といった他の小口系高速弾よりも重い弾頭を高所速で打ち出すことにより、 これらの弾よりも優れた性能を持っていると、人民解放軍では評価している。中国は、日中戦争で相対した大日本帝国陸軍が、運用する38年式実縫が、自軍が運用する 7.92EX57mm、モーゼル弾よりも小口径であるために低反動、かつて伸ばする弾道により発揮する高い、命中精度を高く評価していたが、続く朝鮮戦争で、 ソ連から供与された、モシンナガンなどの兵器により、弾薬体系を、小銃弾の後継が、モーゼル弾と大差のないソ連式に改めることとなった。1 9七十年、中国は、ベトナム戦争で、アメリカ軍が運用した m 十六自動小銃や五点五六 x 四十五ミリメートルナトウ弾と相対し、またしても小光系弾薬を脅威として認識することとなるとともに、 軽量な小銃と小口系高速弾の組み合わせにより得られる高い命中精度の他に資源の節約や蛍光弾薬の増加といった他のメリットも注目され中国軍は自らも小口系高速弾を要求することとなったしかし当時はソ連を含めた東側諸国において 5.56X45mm ナトウ弾のような小口系高速弾は実用化されておらず また中祖間の政治的関係が劇的に冷え込んでいたために他の東側諸国と共同開発ができる下地もなく中国は独自に小口系高速弾を開発することとなり本弾2役は誕生した1971年中国独自で開発する小口系高速弾の要求仕様が以下のようにまとめられたこれらの要求に従い 中国各地の研究所、交渉、軍の三者による三結合による予備研究と検証が始まり、最終的には3つの研究所、2つの学院、27つの交渉、1つの軍基地と関連する軍の部隊が参加し、5.6mm、5.8mm、5.81mm、5.98mm、6mm といった、 各種の様々な口径の弾薬が試作され、検証された。1978年、5.8mm と 6mm の2つの口径で要求が満たせることが確認され、それぞれに異なった長所があったものの、5.8mm 口径が採用されることとなった。これにより、1979年に 5.8mm 口径の弾薬と小銃の開発が始まり、 1987年に 5.8X42mmDBP87 と87式自動フェアリとして完成した。しかし、87式自動フェアリの性能に軍が満足しなかったため、5.8X42mm 弾の配備と56式 7.62mm 弾の更新は95式自動フェアリの完成と配備まで遅れることとなった。以降、 5.8X42mm 弾は DBP95、DBP10 と改良が続けられ、現在は DBP191 が最新の改良型となっている。5.8X42mm 弾は以前から続いていた、小口径化、軽量化、高初速化された、軍用弾薬という国際的な傾向の1、例であった。 アメリカ製の 5.5645mm、ナトー弾やソ連製の 5.45X39mm 弾のような弾薬は、より大口径で、重たい従来の銃弾と比較し、同重量という条件ならば、兵員はもっと多量の弾薬を傾向できた。また、長射程における弾道の低止性に優れ、ボルトへ加わる圧力や相手に伝わる反動が低い。点は、 軽量な重機の設計や自動火機の精度において好まれた。弾丸重量 4.15g の DBP87-95 弾薬を95式自動フェアリの 463mm 超の標準的な重心から打ち出した際、重高初速は秒速 930m である。また重心長 557mm の95。 式汎用を置きありから打ち出した際には940秒速960メートルである。100ミリメートルの距離で8から10ミリメートルの後半を貫通する。これは同じ距離で6から8ミリメートルの後半を貫通する56式7.62ミ、mm、リメートル普通弾よりも優れている。コスト抑制の指示によりいくつかの妥協が図られた。特に弾薬ケースは構成で 真中性よりも安価である。腐食の可能性を減らすため、薬莢はダークブラウンの防護塗装による薄い層で覆われている。鋼は真中よりも柔軟性に欠けるため、発泡時に薬室内の感激を十分に塞ぐことができず、真中性薬莢に比べて性能を落とす。燃料効率の高い無塩発射薬と皮膚食性のライカ管が DVP-87 用に採用されている。DVP-8080 弾は88式、汎用機関銃や88式狙撃フやりで使用するために遠距離での射撃精度と威力を向上させた派生型である。弾丸重量 5g で、重心長 557mm の95、式汎用機やりからの重厚初速は秒速 870m である。 また重心長 620mm の88、色素激不槍からの重厚初速は秒速 895m である。有効射程は 800m であり、85mm の距離で 16mm、1000mm の距離で 3.5mm の後半を貫通する。また射程 600m において非常に良好な精度を持つと報告されている。 この DVP-88 を95式自動童不槍で使用すると銃の寿命を著しく損なってしまう。逆に DVP-87、95、88式汎用機関銃や88式狙撃不槍で使用した場合、銃の寿命を損なうことはないが DVP-88 ほどの遠距離性能は得られない。DVP-10 はそれまで 別々の弾薬を使っていた小銃と狙撃銃、機関銃で弾薬を共用できるように設計されている。また、弾丸の形状と銅ジャケットの材料を改良することで、重心の摩耗と加熱を抑制させ、射撃精度を向上させている。人民解放軍陸軍は、 5.8X42mm 弾が 5.56X45mm NATO SS109 弾や 5.45X39mm7NG 弾よりも優れると主張している。この弾薬は 300m の距離でより弾道が低のしており 10mm というより良い走行、貫通力を持つ。またこの距離で従来よりも大きな速度とエネルギーを保持するとしている。 新型の DBP10 は弾丸重量が 4.6g、また重厚初速が秒速 915m で、この弾薬は 5.8x42mm 弾薬を使用するすべての現行の重機に適合するよう設計されている。この弾薬は従来の DBP87-95 弾及び DVP88-5.8x42mm 弾を 全て代替する余計である。大きな改善点は弾丸形状を流線形状にし、体腐食性の来管を採用、更新の直径を縮小したこと、銅で被覆した構成薬莢と銅合金の弾丸ジャケットが含まれる。弾薬には燃焼効率を向上させた発射薬が使われており、発砲後に銃器の内部に残死を残さない。 また質量が 4.6g 弾へと増大された DBP10 は装甲板や他の項目標に対してより良い貫通力を発揮する。従来の DBP87-955.8mm 弾の試験の際にはこれらの弾薬が人体に対して重大な損傷を引き起こしそうにはないことが指摘されていたがこの問題は新しい DBP10 弾でも追求されなかった。 ありがとうございます。